ではたるみに対しての化粧水美容化粧水美容液ですね、はい、の作り方をします、はい、でまずは、はい、ベースは一応乾燥肌ってことなので、はい、このビタミンベース黄色のベースを使いますね、はい、でこれを、10cc、はい、でこれを 5cc5cc で今日は体型なので、はい、一応 20cc の美容化粧水っていうのを作っていきます。わかりました。はい、ではこれからいきましょうか、はい、はい、20cc ですね。10cc ですよね。あ、ごめんなさい、10cc です。はい。これはこの中に一緒に混ぜてはいけないんですよ、ね。ないですよ。でもまた測り間違った時にね、戻せない。一つ一つ丁寧に。はい。で、これアミノ酸ベースですね。ほとんど色もなく。アミノ酸はもともと色がありません。これはもう植物から取られてるアミノ酸をベースにしてますの で、 はい、いい香りのベッドベッドオブですね。これも 5cc、はい、はい、でこれは全部生詰めの原料ですので、あ、すみません、はい、ベースを一応あの、はい、今日は初めてのことなので、はい、3% の全体量の 3% で、はい、あのエキスを選びましたので、はい、一応コラーゲン、はい、大事ですからコラーゲンを張りにいいですのでね、はい、これを 0.2、はい、これ 0.1cc のスプーンなんでね、はい、じゃあこれに2杯というか、はい、そうです、うん、少しでも、はい、大丈夫なんです。もうほとんどあの 1% でも濃いぐらいと言われてるのは化粧水なんです。そうなんですね。だからほとんど水ですね、うん、透明ですよね、ほとんど化粧水っていうのはね。そうですよね。水がもうほとんど一番目に来るってことは 98% ぐらい水しかつけてないってことなんですね。なんかもったいないですね、うん、自分で作るとね、わかるでしょ、うん、とプラセンタ、あ、プラセンタですね。プラセンタエキスはね、あの、まあ、今細胞を復活させていくっていう。ああ、すごいですね。もう何に対しても大丈夫っていうぐらいのね、うん、プラセンタエキスは高級なんです。だから今日は作ったのは高級、本当に市販されたら何万円っていうぐらいの化粧水です。入れたので、はい、かき混ぜました。ではこの中に入れていきましょうかね、はい、かわいいでしょ、はい、飛ばさないでくれ、はい、こぼしこぼし、はい、はい、これを入れてもらって、でパッチテストしましたので、ここにねちょっとね、はい、ちょっとつけておいてください。わかりました、はい、うん、化粧水、うん、これ化粧水美容液みたいな感じですね、はい、どんな感じか自分でこう香りとか、いい香りします ね、 ゲットの爽やかな、はいはい、今日からしっかりつけて、どん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 上がれ上がれと上に上がれとリフトアップでつけていってくださいね。じゃあ高級リフトアップ化粧水ですね。そうです、化粧水美容液ですね、これはね。本当にしっとりしてます、しっとりしてますね。で自分の肌がどん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 ね、しっとりしてくるんですよ、うん、これはあえてあの保湿剤とかね、そういう合成のものは一切入れてません。だからあの自分の肌で確信できると思いますね、はい、